アストリアスダービーはスペイン基本に本拠地を置く、スポルティング基本とオビエドに本拠地を置くレアルオビエドの間で行われるサッカーの試合のことである。人口27万人の基本は州第一の都市であり、人口22万人のオビエドはアストリアス州の州都である。両都市は約2 5トルの距離にあり、オビエドは工業、基本は 製鉄業が発展している。オビエド近郊で採掘された石炭や鉄鉱石を港湾都市基本で製鉄して輸出してきたため、両都市は密接な関係にある。スポルティング基本とレアルオビエドのどちらもプリメーラ、ディビシオンやコパデルレイでの優勝経験はないが、セグンダディビシオンでは、それぞれ7回と5回の優勝を誇る。プリメーラディビシオン記録試合一覧。 スポルティング基本の本拠地であるエルモリノンレアル、オビエドの本拠地であるカルロス・タルティエレ・セグンダ、ディビシオン、記録試合一覧コパデル・レー記録試合一覧王族、バイ記録試合一覧アストリアス州選手権、記録試合一覧、セグンダ・ディビシオン B 記録テル・セーラ・ディビシオン記録。ありがとうございます。